はい、ユッキーです。今日、食べていくのはこちらです。食事とデザートを一緒に済ませられるおせっかいな時短メニュー、斜め上行くチョコチョコロッケバーガーということで、コロッケの、上にチョコクリームが、かかってるという、これローソンストア100で、バズったやつですね。多分。バズったやつ。アベマ TV で、紹介されて、今バズってますんで、そのバズりに、あれですね。このビッグウェーブに乗るしかねえということですね。はい。いや、今日暑い。それでは、いただきます。見た目がこんな感じ。ん？あ！これあれだ。わかりづらいか。上と下にですね。下に、チョコレート。で、上に、チョコクリームですね。うん。チョコクリームが乗ってます。うん。ホイップクリームのチョコ味のホイップクリーム。うん。が乗ってます。で、まあ、うまいかまずいかでいくと、うまくはないですね。うん。間違いなく。コロッケは若干、しょっぱめにできてるのかな？うん。しょっぱめにはできてます。これあれだな。難しいっすね。そんなにうまくはないっすよ。ちょっとググってみましょうか。うん、ありました。斜め上行くシリーズ。4月の17日のより新発売。と書いてあります。まあ、この3種類全部買ったんですけど。うん。滑らかとザクザク2種類のチョコクリームを使用することで驚きの食感を実現しました。確かに、なんかザクザクいってる。チョコの、下のチョコの黒い部分が、あ、なんだろう。砂糖みたいな粉っぽいというか、砂糖が残ってるチョコレートみたいな感じ。ザクザクって多分、ザラメみたいなもんですね。うん。うん。うん。ザクザクって言ってます。うん。え？社長が一番気に入ったのはチョコロッケバーガーだらしいぞ。これらしいぞ。
まあでも何でも、何でもね、やっぱね、やってみないと分かんないことって結構あるんですよ。実際。うん。まずそうに見えても食ってみないと、いや、分かんないとか。酒とかでも、ね。安くても、安いイコールまずいだろうって。でも実際飲んでみると、あれうめえじゃん、みたいな。うん。のは結構あると思うんで。まあ、こういったのはまあ、うん。まあ、やってみないとわかんないですからね。うん。まあ。まあ、いわゆるガリガリ君のナポリタン味みたいなね。うん。まあ、でも、やってみないとわかんないですよ。だから。ニコニコ動画とかの YouTube だって、動画上げてみないと、これがバズるのかバズらないのかなんて、わかりっこないんですよ。うん。なんかバズる、その、バズるかどうか、って結局、やってみないとわかんないもんなんで、うん。まあ、ただ、ガリガリ君のナポリタン味みたいな、そうだな、やってみないと確かにわかんねえんすよね。ただ、その結果ですよ。確かに話題にはなったんです。だから成功かもしれないですね、あれはね。ある意味。ペヤングとかも。ペヤングのなんか変わったね、やつとか。うん。ああいったのは、ペヤングとかガリガリ君っていうのは、もう、非常に大人気で、もう、国民の 99% は知ってるレベルの商品が、だからなんですよ。うん。国民の 99% がまあガリガリ君とかペヤングなんて知ってるじゃないですか。ってことを考えて、で、そこの会社が出した。で、しかも変わったメニューって出しました。ね。まあ面白半分で買うじゃん。で、まずいってなるじゃん。まずかったとすんじゃん。あ、俺も実際に、ナポリタン味食べましたけど、間違いなくクソまずかったですね。うん。ただ、あれっていうのは、大企業だからできる、ものなんですよ。例えば弱小企業の一発目が、ね、ガリガリ君ナポリタン味みたいな感じのクソメニューだった場合、名前も知らないメーカーの一発目の商品がこれでした。おしまいです。おしまいです、それ。うん。もう多分そのメーカーはもう二度と、日の目を見ることはないでしょう。
なぜならば、その商品を食べた人がまずいって言って、どこの会社だって言って見たら、うんちゃらかんちゃらって会社。知らんような。で、クレームつけたりとか、ね。バーってもうバッシングですよ。で、まあバズったとして、なんとかかんとかの会社のやつはクソまずい。でも社名で、この会社が出したものはまずい。っていう風に、もう、烙印を押されるんですよ。で、そうなったら、当然次の商品が出せなくなる。出しても絶対売れないんです。まあ、事実、ガリガリ君のナポリタン味、あれ出したことによって、損害が何億円だったかな、忘れたけど、出たって言ってたんですけど、でもガリガリ君って、年に、まあ、何十億と稼いでる、まあ、商品、主力の商品じゃないですか。だから、それで、マイナス何億円とかだったら、まだ、まあ、ぶっちゃけ大したことないんですよ。むしろ、バズったことによって、これはとんでもないまずいと。ね。話題にはなるんです。話題になったことによって、その、ガリガリ君のナポリタン味っていう、その商品名が、広まるんですよ。で、逆に、まずいんだったら食べてみようみたいな。そんなまずいんだ、食べてみようって、なるんですよね。これあくまで大企業の話です。だから、まあ、やれるとしたら大企業。大企業じゃない会社は、こういった冒険はできないです。で、ローソンストアも同じで、ローソンです。コンビニ業界。まあ、1、2、3位のどれかでしょう。多分1位はセブンイレブンかな、何なのわかんないけど。まあ、1、2、3位のどれかでしょうね。おそらく2位だとは思います。1位か2位だと思うんですよ。セブンイレブンとローソンっていうのは結構ある。どこにでもある。ただファミマって田舎にないんですよ。ほぼ 100%。ファミマはね、田舎に 100% ないです。俺が、住んでた、田舎、ファミマ一軒もありませんでした。ただし、ローソンと、セブンイレブンはいっぱいありました。なんで、まあそれを考えると、まあファミマはほぼほぼ3位でしょうね。間違いなく。ということで、今回こちら、カイド。1。当たり前、まずい。絶対に買わなくていい、これは。まずい。まあでも、まあ、まずい。ということでご視聴ありがとうございました。